はい、こんにちは、ヤスです。今日はですね、2月4日のね、米国マーケットを振り返っていきたいと思います。アマゾンで相場プラスも、金利急騰警戒続くってね、内容で送り届けたいと思います。今日もね、最後まで見ていただいていい動画と思っていただければね、ぜひね、チャンネル登録、いいねでね、応援していただけると嬉しいです。すいませんね、ちょっとね、今月に入ってからというか、今年ちょっとね、仕事がすごく忙しくなりそうで、もう結構夜遅くまで仕事してるんですよ。なんで、収録もね、もう日付を回った後に収録してるとかなんでね、ちょっとね、日本時間だとね、だいぶ配信が遅くなってしまうんですけどもね、引き続きね、応援していただけると嬉しいです。はい。で、今日の概要なんですけども、アマゾンやハイグロのね、決算好調を受けて、基本的にプラスという内容になりましたけども、ただね、雇用統計の影響を受けてね、金利が大きく上昇しているっていうところが、ちょっとギクシャクした相場だなというふうにはね、思ってます。ただ、こういう時の特徴でもあるんですけども、だんだんね、揺れは小さくなってきます。来てくるかなと思います。ただ、まだね、金利、今日の上昇分とか織り込まれてないし、来週 CPI もあるんでね、もう少しね、様子見が必要かなというふうにはね、思ってます。はい。で、投資は自己責任でお願いします。引き続きね、長期では999プラス VTI でいいんじゃないかなとは思ってるけど、いくつか考えを変えようかなと思ってるところがあって、999ってナス100じゃないですか、999よりもナスダックの方がいいんじゃないかなというね、気も最近してるんですよね。ETF で言うと ONEQ だっけな、ナス100じゃなくてナスダック連動にする方っていうのもね、選択肢としてはあるなというふうにね、思ってます。で、もしくは、ハイグロの ETF、WCLD とか、とかもある。で、なぜかっていうと、ハイグロの方がもう今ね、売り込まれてきてるので、ハイグロの方がおそらく早く底打ちするだろうなというふうに思ってるんですよね。で、結構ナス100。で、結構ガーファムとかの決算とかを見てても、結構ガーファムきついんじゃねえかなみたいなところがあって、だったらハイグロのよりもうちょっとつかめるナスダックに連動したものとか、なんならハイグロ直接 WCLD とか、今日の値動き見てても実はナスダック100よりナスダックコンポジット全体の方がパフォーマンス良かったんですよね、っていうところもあって、ナスダックでいいんだけど、ナスダック100よりもナスダック全体でもいいのかなとかね、最近ちょっと思ってたりはしてます。はい、っていう感じかな。短期的にはただまだね、 PR も高いし、まだまだね、ちょっとね、しばらく様子を見ていこうかなってね、個人的には考えてます。はい。で、まずね、指数チャートからね、見ていきます。今日はアマホですね。ダウがマイナス 0.06、S&P がプラス 0.52、ナスダックがプラス 1.58 という結果になりました。ラッセルがプラス 0.57 で、ビックス落ち着いてますね。23.22 ということなんで、なんだろうな、金利が上がった割には結構落ち着いてる相場だなというふうにはね、思ってます。で、1週間で見ると結構良かったなということがあって、ダウがプラス 1%、S&P がプラス 1.5、ナスダックがプラス 2.4 って書いてあるけどさ、でもなんか今週すごかったよね、もうなんか上に 4% 5% 飛んで、最後下にマイナス 4% して、最後プラス 2% 上がるみたいな、っていうね。YTD で見るとマイナス 3.4、S&P がマイナス 5.6、ナスダックがマイナス 9.9 っていう感じだから、これだけを見るとね、なんかまだその悪抜け完全できてるのかなというね、感じ、印象を持っちゃいますけどもね。なんか完全に悪抜けするにはもう少し地獄みたいに売られるようなことが、なんか今ちょっとなんか中途半端ですよね、生殺しみたいな感じでね。下がったは下がったけど、下がれ、決算もあったんで下がりきらずに、でもまだ PR 高いし、そのインフレも続いてるから、本来であればもうちょっとそばっと下がった方が楽だよなとかね、そんな、なんかその微妙な印象を持ったりします。はい。ヒートマップを見ると、今日はね、指数は上がったんですよ、今日。全体で指数は、ナスダックで 1.5 とか上がったんですけど、ただ、内容を見てみると、本当、アマゾン以外何も起きてねえなっていうふうに思ってて、例えば、Facebook、Google とかも全然上がってないし、Apple なんてマイナス 0.29。テスラとね、マイクロソフトは今日上がりましたけども、ただ、昨日とか一昨日とかを比べるとね、下がってきたのをちょっと返しただけっていう感じがするので、本当、今日はね、アマゾンは一人だけで持ってった相場だったなというね、印象が強いです。はい。で、1日の動きを見ても、ちょっと気になるのが、今日ね、アマゾンの決算が、言うてもね、昨日リビアのね、EPS がすごかったよということで、それを受けてね、さすがにある程度の調整は入ったとは思うんです。
で、まあ、それを受けてね、好調な相場にはなったんですけども、ちょっと気になるのは、午前中ちょっとなんかもたもたしてたんですよね、プラス1前後ぐらいで、まあ今日こんなもんかなと思ってたら、午後に向けて突然2%までいって、いや今日もポラ高えなとか思ってたら、最後の最後で、おっとっと、最後の最後で、ナスダックで0.8%が一気にカクンって下がったんですよね。で、やっぱ、こういうのを見てて思うのは、1日でこんだけ値動きすることってやっぱ異常だとは思うので、ちょっとね、まだまだなんか相場っていうのは荒れてるんだなっていう印象をね、強く持ちました。まあ、ちょっとね、ツイッターで紹介できればよかったんですけども、ちょっとね、今日見たとあるツイッターであれば、やっぱ1日にね、こんだけ何ちゅうのかな、その上下変動するっていうのは、結構流動性が落ちてきてて、まあ、出来高高いからそうでもないのかなと思うんですけども、流動性が落ちてきてて、結構ね、少しの買い、少しの売りだけで株価が動きやすい、状態になってますよっていうふうにね、指摘してる方がいて、で、このような状況だと、まあ、上にも下にも結構ポーンっていくよねっていう、まあ、話をしててね。で、特に今はベア相場、まあ、割と下に向かってる方向性だから、まあ、上に上がる可能性はあるけど、その資産を保全する可能性を考えたらちょっと危ないんじゃないのみたいなね、まあ、そんな趣旨のね、ツイートとかもね、ありました。ただビックス落ち着いてますよね。こういう感じでね、上髭でポンポンって出てる時は、まあ比較的ね、相場が落ち着いてるサインだなっていう気がします。なんで今日雇用統計でね、結構金利がびっくりしたにもかかわらず、まあ、割と相場自体は落ち着いてるんだなというね、印象を持ちました。S&P なんですけども、まあ、今200日平均線あたりですよね。出来高もまあまあある、ちょっと出来高見えないですけど、出来高まあまあある、まあまあある感じです。で、今日はプラス0.5っていう感じなんでね、どうなんだろうね、S&P も。ただ、S&P って、今後 EPS 上がらんのですよ。今回の決算は EPS29% 成長してますけども、次の決算 EPS ね、もう5%とか7%とかになってくると思うので、下がりこそしなかったですけどもね、テックしない、少ないから、まあ上がんないと思いますね、S&P こそね。今から上がるっていうのは、やっぱ私はナスダックの方が全然見込みがあるんじゃないかなって基本的には考えてます。ここからまあ上がんないと思いますね、S&P はね。999は、またね、ちょっと、まあ、なんかちょっと激しいですよね。月曜日ポーンって上がって、さらにポンポポンって上がって、でも昨日4%ドカーンって下がって、で今日は1点何パー上がるみたいな感じでね、まあちょっとね、しんどい状況が続いてるなという感じで、まあ、まだ方向性が見えなくてボラ高いなとは思うんですけどもね、若干この辺でね、固まる可能性もね、まあチャートだけ見たらね、あるかもしんねえなというね、感じはします。まあ、この数付近でね、何日もとどまることっていうのもあるかもしれないなとはね、思ってます。ただ、出来高を見ると、もうちょっと消すか、出来高を見ると、ここ数日に比べればちょっとちっちゃい出来高なんですよね。っていう感じですよね。まあ、だからできれば、その出来高がそんな多くない状態で、値動きがね、毎日の値動きが、まあ、プラスマイナス0.5ぐらいみたいに落ち着く感じになってくるとね、よりね、投資しやすい状況なんですけども、まあ、今、出来高が少ない中でね、1、2%ぐわんぐわん動いてるっていうのは、ちょっとね、何かの拍子で上にも下にも一気に行くなという感じがします。まあ、それでね、上行った時に取れればいいんですけども、まあ、100万入れて1000万入れてね、一気にそれで、まあ、1週間以内に5%失う。とか10%失うってこともね、可能性としてはあるなとはね、思ってます。で、今日なんといってもね、ARKW がプラス6.5、WCLD がプラス4.46っていうところがね、まあ、ちょっと注目に値するべきところですよね。まあ、今日結局上がったのはアマゾンです、アマゾン。アマゾンが上がりました。で、マイクロソフトとかアップルとかぼちぼち。でも、ナスダック全体を見ればすごい上がったんですよね。で、それは今日ハイグロが上がってたんですよ。まあ、もちろんハイグロの決算、昨日、スナップ、ユニティ、そしてビルドットコムとか、まあ良かったよ、非常に。まあそれもあったとは思うんですけども、今ってハイグロの方がナスダック S&P よりかなりバリエーションがもう落ち込んでます。もう何ちゅうのかな、コロナ前のバリエーションを大きく下に掘って、2018年とかのね、コロナパンデミックとか2018年の、ね、バリエーションまで売り込まれてるので、確かにバリエーションの観点から言うと、もうこれらのハイグロって売り込まれづらい水準まで来てるだろうなというふうには思ってるんで、私は非常に注目してます、これが。
やっぱね、この最近の下落を見ても、そのなんていうのかな、一定の価格でとどまる日数っていうのが、ここ最近大きいんです、多いんですよね。うん、だからまあ今後ね、インフレだったりとか、インフレのデータが来週出たりとか、議事録が出るんですけども、それにもかかわらずね、株価が少し戻るような動きを見せたら、まあ結構ね、ハイグロなんかっていうのもね、まあだんだん、まあもちろんすぐにはたくさんは入らないですけども、下手にキュッキュッキュとか買うよりかは、意外と WCLD とかの方がまあいいかもしれないなとかね、さっきまあこの辺を注目して、まあ WCLD の方がいいとまでは言わなくても、あの999買うよりかはナスダック連動でよりハイグロのね、あの丸ごと買っていくみたいなね、まあ、そんな感じもいいのかもしれないなとかね、ちょっとね思い始めてます。はい、で個別で言うなら、あのハイグロとかもやっぱ見ていってもいいかなとはね思ってますよね。スナップとかビルとか良かったですね、決算ね。来週も決算楽しみですね。はい、で気になると言っても気になるのはね、あの金利ですね。あとでちょっとニュース紹介するんですけども、あの雇用統計が良かったということを受けてね、金利が急騰しています。はい、金利がね急騰してます。今日 1.912 ということなんで、まあ、本来であればね、こんだけ金利が急騰すれば、まあ、テックっていうのは売られやすい状況にはなるとは思うんですけども、まあ、今日ちょっとあんま売られなかったなっていうのは、やっぱ Amazon の決算があまりにも良かったんでね、一応それで一旦まあプラスで反発したっていうのと、まあ十分にも売り込まれてきたので、最初の売り込まれる前っていうのはね、あの金利であの揺れが大きく反応するんですけども、あのだんだんとね揺れやっぱ小さくなるっていうのはあると思うので、まあちょっと来週動きの値動き確認、まあただ来週もしねこれが金利が 1.95 とか 2% 上がるんだら、さすがにね相場不安定になるかなと思いますけども、まあ今日ちょっとね金利が上がってるっていうところが注目です。そして短期金利もグイーンと上がってます。はい、これちょっと最後所感するんですけども、雇用統計、まあ、よかった、予想を超えたのは事実ですけども、あれぐらいで金利がこんだけピキンと上がるってことは、やっぱ金利ってまだまだ織り込まれてなかったんだなとかね、思ってたりします。だとコモディティに上がり続けてますね。まあ、今日、まあ、3日前ぐらいが、ね、一番上がってたんですけども、まあ、ただ今日もね、少しね、高い感じの水準を更新したのと、あと、オイルですよね、91ドルってことでね、まあ、インフレは継続してるっていうところがあって、やっぱこの DJP とかオイルが上がってるときは、まあ、あんまいいことはないなというふうに思ってるんですよね。で今日とかも、雇用統計が良すぎたから金利伸びたっていうのは若干ね3月のアナウンスメントで 0.25% じゃなくて 0.5% 来るんじゃないのっていう売り込みがね、まあ、ちょっとね進んだみたいです。はい、ドルはねちょっと安くなってますね。金利が上がったけどドル安くなってるっていうのは面白い動きですね。まあ、EU の方が買われてるのかなとかね、そんな感じに思ってます。ちょっとねニュース見ていきます。そんなねあの大きなニュースないんでね、ちょっと細かく小さいのを刺さって見ていくんですけど、まず雇用統計ですね。予想に反して予想はプラス15万もしくはねマイナスになるかもと言われた中で 46.7万人がね雇用として追加されるということで、まあ米国経済強いなっていうことが再認識されたということです。でさらに、賃金が 5.7% 年率で上がって、マンスオーバーマンスで 0.7% 上がってるっていうことで、これが今日の、ね、金利が上がった理由ですよね。まあ、すなわちどういうことかっていうと、FRB っていうのは、雇用の安定と、物価目標を見てるわけですよね。で今日の雇用が弱いと、あ、経済弱いんだな、インフレも収まりそうだな、じゃあ、金融引き締めは、まあ、金利年4回でいいやとか QT とも後半でいいやとかになるじゃないですか。だけど今日上がってきたデータは、うわ経済めっちゃ強いでインフレめっちゃ進んでるみたいな感じのデータなので、であれば景気がこんだけ強ければ金利これ 0.5% 上げても大丈夫じゃね、インフレ退治しなきゃねとかね、まあ、そういうふうに思惑が動いたので金利がねググって上がったんだろうなというふうにね考えてます。で失業率はまあ 3.9 に対して 4% なんで、基本的にほぼ完全雇用を達成していると思うので、これ自体がね、FRB が金融引き締めを緩めるような、失業率ではないだろうなというふうに思います。はい、それから細かいニュースなんですけど、アマゾンがねペロトン買収かみたいなニュースが流れて、ペロトンの、ね、株価がプラス時間外で 30% 上がっています。はい、アマゾンがペロトン買っていいことあんのかな、どうなんだろうね。まあアマゾンプライムの会員でペロトンできるとかなのかな。はい、あとね、フォードがね、半導体不足でね、生産を削減するっていうね、まあ、昨日決算があったのかな、ちょっと決算まで正しく見てないですけども、生産を削減するっていうニュースが出て、株価マイナス 9% ね、
なってますってことでね、やっぱね、厳しいよね、続いてるよね。テスラですらね、ちょっと生産が落ちるとは言ってるんで、なんだろうな、去年の10、11、12よりなんかインフレとかこの乱れっていうのが加速してるんじゃないかなっていうね感じはしますよね。どこのコメントだったか忘れたんですけども、インフレはややね、悪化してるっていうコメントをねちらほら見ますよね。はい、でアマゾンがね今日1日で191ビリオンの時価総額増加ということで、歴史上一番ではないんですよ。一番はね、なんかねちょっと忘れちゃったんですけども、どっかの会社がもうものすごい時価総額が伸びたのがあって、それがなんかぶっちぎりトップなんですけども、ただそれを除く感じではこの、1位が2位を大きく引き離してるという状態で、2位以下っていう意味だと、アマゾンがね2位に躍り出たっていう感じですよね。で確か、先日のアップルだったかなが2位だったりするんですよね、時価総額の伸びが。もうめちゃくちゃですよね。 Facebook が歴史史上一番時価総額吹っ飛ぶ決算を出して、 Amazon が歴史史上2番目の時価総額増加を出すっていうのがね、やっぱちょっとこの相場の異常さをちょっと表してんじゃないかなというね感じはしますよね。はい、あと今日ちょっとね、なんか異常だなと思ったのが、スナップがプラス 58%、 ユニティがプラス 17%、ビルがプラス 38% で、そんな決算良かったかっていうね、スナップなんて普通だったからね、決算ね。確かにフェイスブックで下げすぎたという側面はもちろんあるけど、普通だったからね、スナップの決算ね。ユニティも普通でしたからね。いい決算だなとは思ったけど、普通だったらこれ時間外プラス5とかプラス10ぐらいだろうな、言ってもみたいなのが17ですからね。ビルドットコムもね、普通で、ビルドットコムは良かったけど、15とかだからね、どんなに良くてもね。ということで、この辺とかもね、なんかね、もう今、相場がなんか本当になんか方向性見えずに、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃいってるなというね、感じがしますよね。もちろんね、この勇気を持ってね、ガチャに参加された方はね、本当おめでとうございますって感じですね。最後ちょっと所感いくんですけども、今後注目のスケジュール、なんといってもまず来週のね、CPI ですね。はい。で、一つは悪いニュースなんですけども、来週の CPI ですね。予想が 7.3%、ね、先週まで 7.2% が予想が 7.3% の情報修正がかかりました。 7.3 って相当ですからね。相当、だって物価が去年から 7.3% 上がるの耐えられないですよね、普通はね。ちょっとね、さすがに最近、私も最近実はちょっと家賃ね9ヶ月のリースやってたんですけども、家賃の更新がね来まして、170、80ドルぐらい上がるんですよね。だからこういうの見てもやっぱちょっときついなと思いますよね。徐々にちょっとインフレがね、きつくなってきて、やっぱ本当なんとかしないとね、米国民のね生活っていうのはなかなか厳しい感じになってくるのかなってね思ってます。はい、でその後なんかちょっとね公式のスケジュール見てもなかなか日程が出てこないで、本当に出るのかどうか分かんないんですけども、一応16、17ぐらいに FOMC の議事録があるはず、でそこでやっぱ一番怖いのは、今日とかってほら雇用統計が良かっただけで金利が上がったじゃないですか。だからやっぱ完全に織り込まれてないっていうことなんですよね。まだ要は3月の金利が 0.5% かもとか、金利今年5回かもとかが完璧に織り込まれてないと思うんですよ。だからましてや QT なんてもやっぱ完璧に織り込まれてないし、でもおそらく前回の FMC でめちゃくちゃ議論したと思うんですよ、金利とかね、QT とか。だから何が出てくるかっていうのはちょっと分かんないんですよね。でやはりこんだけインフレが進んでったりとか、マネタリーポリシーをちゃんと改善しなきゃいけないってなると、もうね、例えばですけども QT の削減規模めちゃくちゃでかいみたいなのもね出てくるかもしれないなと思うんですよね。やっぱ10日とね16、17っていうのはね、目先一旦ね注意が必要だなとはね思ってますけども、とりあえずね、この2022年の前半戦としては、ある意味、前半戦の最初の大きなボスはやっぱ3月15、16ですよ。だからこれまでやっぱね、気が抜けないなってやっぱね、今は考えてます。はい。これは一旦置いとこう。で、所感なんですけど、引き続きね、ボラ高いね、指数が 1% 以上動くっていうことは本来もあれだと思うので、今は無理せず入らず、
ホールドにしろ、キャッシュにしろね、今のポジションというところをね、継続していくのがいいのかなと思います。で、アマゾンに関して言うと、リビアの EPS がね、さすがに良かったので、これをアジャストしただけだと思います。前日まで下げた分を、結構オーバーして上げていったっていうふうに思うんですけども、利益やガイダンスがね、弱いから、ここから先ね、上がるような感じにはならないだろうなって、基本的には思ってます。結構ね、アマゾンの決算良かったよっていう説もあるんですけども、いや、そんな甘くないと思うよ。だってね、ガイダンスあんな弱くて EPS 全然出ないからね。そんな株がこれからガンガン買われるっていう印象はないと思うけどな。さすがにマイクロソフト、グーグル、テスラを買うと思いますけどもね。っていうふうに私は考えてます。で、例えばマイクロソフト、グーグルとかアップルとかも決算良かったんですけども、決算上げた後はもう、ね、価格下げてきてますよね。だから、特にグーグルなんてもう神決算レベルですよ、ぶっちゃけ。めちゃくちゃ良かった。それで、マイクロソフトとアップルはね、結構良かったなぐらいですけど、それに比べたらアマゾンって結構しんどい決算出したと思うので、だからね、多分明日、次以降アマゾンもずるずるずるって下がってくるのかなとかね、思ったりはしますね。で、一番気になるのは、雇用統計が良かった程度で金利が大きく上がったことっていうのはちょっと気になってます。金利がまだまだ織り込まれてなかったのかなという印象で、実際なんだっけ、金利のなんて織り込みツールあるじゃないですか。あれだと0.5%の利上げ確率が上がったということなんで、まだまだ織り込まれてないんだなっていうところがちょっと怖いなと思いました。こんだけね、年金利5回、6回上がるとかさ、QT 始まるっていうのが、こんだけ言われてても、まだ金利が上がるっていうのは、やっぱまだまだ完全に織り込んでないっていうことなんで、次の CPI ね、すごい CPI 出るじゃないですか。で、3月もまだまだでかい CPI 出るじゃないですか。で、議事録も出るし、FOMC もあるから、まだまだ金利は上がっていくし、まだまだ QT の部分って織り込まれてないんだろうなっていうのをね、再認識した次第です。ただ、徐々にね、このインフレ金利に対する揺れ自体はね、落ち着いてくると思います。今年の1月頭はさ、まださ、QT とか金利に対してほぼノーガードだった状態で、やべえってなったけど、今ってもう結構みんなガード固いじゃないですか。もうなんか来るんじゃないか、来るんじゃないか、来るんじゃないかって思ってるし、だいぶ売り込まれてきたから、こっから先はなんか別になんかガツンって下がるってことはあんまないんだろうなとは思ってるんですけども、表現ちょっと悩みましたけどね、買いが弱い状況っていうのはやっぱ続くだろうなと思うので、良くて横ばい、悪くてずるずるずる下がっていくみたいなね、そんな感じになるんじゃないかなってね、イメージを持ってます。ハイグロはですね、しかしですね、もうかなりね、バリエーションが絞り込まれてます。これちょっと週末できればいいかなと思うんですけども、もうね、だいぶコロナ前のね、かなり低いバリエーションまで織り込まれ、絞り込まれてきてるし、なおかつ決算いいっすね。ビル、ユニティ、スナップね、前回良かったですよね。で、来週もグロースの決算続きますけども、基本的にいい決算だと思うので、この売り込まれた段階と決算がいいところを受けて、WCLD とか ARKW が底入れするかどうかっていうのは非常に注目してます。で、これが底入れするようであれば、ナスダックとかね、S&P とかもね、順次ね、底入れしていくのかなとかね、思ってたりはしてます。イベント的にはね、2月4日、2月16日っていうところが、一旦注目のイベントかなというふうに思ってるんですけども、注目はするけど、ここを超えてもね、3月の CPI、FOMC とかね、超える道大きいから、2月4、2月16でね、ちょっと方向性が見えればね、少し入れていきたいなって気持ちはあります。少しね、少し入れていきたいなって気持ちはあります。ただ、やっぱ3月とか怖いので、もちろん一度に入れるってことはせずに、2月、3月、4月、ひょっとしたら5月とかね、ゆっくりゆっくりゆっくりね、落ち着いて慌てず買っていくことがね、非常に重要かなと思うので、2月、4月、2月4日とかね、2月16日の結果次第ですけども、少しだけはね、入れていってもいいのかなと、入れていってもいいっていうか、なんかまだ下がるかもしれないなってすげえ思ってるんだけど、だけど、やっぱゆっくりゆっくり出てね、そのコストを平均化するってことはもちろん王道だと思うので、少しね、そろそろ入れていくべきタイミングなのかなとはね、考え始めてます。なんで、ただね、やっぱさっきも言ったように PR がまだまだ高い状態なので、無理にね、もうなんかそこだドカッて入れるってことはないかなというふうに思ってて、今ってまだその S&P の PR が5年平均よりもすごい高い状態なんですよね。で、この PR が正直どこで止まるかっていうのは誰にも分かんない、正直誰にも分かんない。誰にも分かんないけど、あくまでも確率論で言うならば、今後って金融引き締めが始まっていくし、
まだまだ金利も、ね、織り込まれてない状態だったし、 QT もまだ織り込まれてないと思うから、 PR が上がることっていうのはほぼないと思うんですよね。でここからあり得る展開は、よくて PR が今の横ばい、まあ、今 S&P の PR っていうのは19点ちょっとぐらいだと、20前後だと思うんですけど、よくてこの PR が横ばいなんですよ。よくてね、ベストシナリオで横ばい、うん、で全然まだ PR が下がる可能性は十二分にあるんですよ。 PR が上がることは絶対ありえない。 PR が横ばいか下がる。じゃあベストシナリオで PR が横ばいだった場合って、EPS 成長に連動してしか株価上がらないんですよね、うん。今年が 9%、 来年が 9% みたいな感じなんで、これに連動してしか株価は上がらない。だからどんなに見込んでも今年ね、あの株価、ね、9% とか 10% とか上がるとかね、そんくらいなんですよ今ベストでね、ベストで、うん、PR が横ばいだから、うん。ただどちらかって言ったらまだ PR が下がる可能性も全然あるなというふうに思ってて、 PR が下がっていくと全然こっからでもまだあの 5% ぐらいしか取れないとか、そういう感じがあるから、なんていうのかな、なんかお金を入れてもなんか、うん、なんかまだ分が悪い可能性があるんじゃないかなとかね、ちょっとね、うん、悩んではいます、うん。ただね、悩んでてもそこがどっか分かんないから、まあ、入れていくしかねえなっていうところもあって、2月4日2月16日のね方向性次第ではね、まあ少し徐々に入れていく。ただもちろん PR が下がるってことは全然検討はしているから、余力は絶対残しておくみたいなね、まあ、そんな感じで考えてます、はい。まあね、ちょっと一旦今日でね、アマゾンっていうか大型の決算終わったっていうところで、来週以降はねまた CPI とか決算がない中でね、また動きっていうのが落ち着いてくるので、ね、そこで、ね、順次見極めていければいいかなというふうにね考えてます、はい。引き続きねこちらサポート用のと書いてね、サポートいただいたら嬉しいですってわけでね、今日はねアマゾンで相場プラスも金利急騰警戒続くというね内容でお届けしました、はい。今日の動画も良かったよと思っていただければ、ぜひねチャンネル登録、いいねでね応援していただけると嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。